かなちゃん。実はね、この、まあ、私がいるこの次元ね、皆さんもいるのかな、この次元がね、トップって言われてる。そこがトップって。可動域が低いやん。魔法も効かんやん。当たり前のトップやねんから、魔法なんか効いてたまるか。まあ、ちょっとは言うけどね。召喚魔法なんかほとんど効かへんやろ、トップは。波動高いか。波動低いか、どっちやろうな。そういう召喚での波動じゃないやろ、全然。そういう説明がぴったりな。そこと、ここをトップと。ね。このトップで、アマを苦しめた魔術師たちがことごとく逮捕されるからねって。トップに行くまで我慢してって言われた。本当にひどい目にあったねって言っても、この次元、この波動次元じゃ無理だからねって、君を助けるの。君にひどいことした人たちをとっちめるのは無理なんだって。でもトップならできるから。トップに君が生まれるつか、まあ、次元、君が生まれた次元がトップに移動することも、にじり寄って移動することもあれば、生きながら君がトップに移動してることもある。あるいは前の次元で君は死んだのかもしれない。じゃあ別の次元でふっとおるだけでしょ。で、気がつけばトップにおるからね。トップまで我慢してほしい。トップは本当に法治国家だし、どんだけ魔物に憑依された、動物に憑依された人が魔物みたいに変な行動をとっても、トップならちゃんと捕まえて裁けるから大丈夫だと。って、そんな事件あるんですかって、あるよ。そこまで本当に法律が効くからって。君の今いる事件は法律なんか全然効いてないだろうって。法律作ったのに。全部嘘じゃないですか。だろうって。その次元に法律適用するのは難しいんだよ。あえて言えば君の体内なんだよ、そこは。法律が効くのは君の体の神秘質のあたりだけなんだよ。あえて言えば君っていうマトリシカの、という比喩で言えば。それ以外は君の体内は、そんな法律、市民法の世界じゃないだろ、君の体考えてみろよ。そういうことか。だからその体内に市民を適用するのは無理だと諦めた方がいいが、しかし、トップはすなわち、体内を運んでるというか、その体内を含む君自身は確かに法治国家に住んでいるんだよ。でもそれはトップでしか、その法治国家である市民法のその享受を受けられないよと。法治国家としての国家サービスを受けれるのは、君の体表がその法治効果と触れてる世界だけだよと。じゃあほとんどの起源じゃ法治効果じゃないんじゃないんじゃない。そうなんだ。悲惨。ほとんど結論でしょ。ね。僕は表皮が外界に触れてる世界です。中もそうなったじゃない。マトリョーシカ的皮膚。確かに内部の世界にも皮膚を持ったアマーがいるね。皮膚を持ったっていうか、同じようにいるね、アマーが。体内の世界にも。体内マトリョーシカじゃないのに。なんで体内処理するんですかと。地球の外側に、別の、あ、違う、外側の次元の地球があって、その地球にも違う。外側の地球にも違う。それをなんで、マトリョーシカ人魚みたいな処理するんですか。地球マトリョーシカのことを、アマーマトリョーシカって呼ぶんですけど、仮想三界って呼んだりするのは、アーマーマーのことだけど、それはまあ仏教の特殊な考え方だから置いといて、ここでは解釈し、不能の言葉だから。だから、なんだ、そうなんだ。体内マトリョーシカ人魚じゃないんだ。地球マトリョーシカって、それぞれの層の地球に、どの層の地球にも間がいるよって意味か。じゃあなんだ、じゃあどの層にも、あの、市民は聞くよ。どの層も法治国家だよ。